こちらをですね、お客様に走らせていただきます。こちらを押していただきます。はい、じゃあ走ります。お願いします。戻ってきます。戻ってきた時ちょっと緩めてください、うん、ありがとうございました。これを今撮った映像をエクスペリアに転送するので、センドモードにしてちょっと待ちます。エクスペリアを開いて、プレイメモリーズモバイルアプリですね、アプリケーションですね。ダイレクト Wi-Fi で連携できる機器を検索します。今撮ったお客様のものを本体にコピーします。通常ですとテレビのようなプロハイビジョン撮影ができるんですけれども、今日はちょっと読み込み早くするために画質を落としております。はい、ではダウンロードできたのでアルバム内に保存しました。ヘッドマウントディスプレイでご覧いただきます。こちらにおでこつけていただきまして、